ゼロ X、 お前記憶が元に戻ったのか。ゼロ、そうだ、お前にはずいぶん迷惑をかけたな。この先のシグマを倒してくれ。俺はこのメインコンピューターをぶっ壊す。だから頼む、奴を破壊してくれ。ああ、俺に任せろ。ああ、もう無理だ、俺には勝てない、どうしても勝てない。バカが、そんなことを言ったらお前は一生前に進めなくなるぞ。一度こう決めたら、自分で選んだ道なら決して迷うな。迷えばそれが他人に感染する。選んだなら進み続けろ。無理、できるできないが問題じゃねえ、やるんだよ。俺はな、仕方ない、運が悪かった、俺にはできない、明日やればいい、そんなこと言ってる奴らをごまんと見ていたんだ。だけどよ、俺にはどうしてもそいつらが何かするとは思わないんだ。だから確かめるのさ、俺は違う、絶対に違ってやる強さ。シェルブリッター、衝撃のファーストブリッド。ゼロ、 X か、記憶が元に戻ったのか。ゼロ、ああ、お前には随分迷惑をかけたみたいだな。 X、 お前はシグマを追いかけろ、そしてシグマを止めてくれ。これができるのはお前だけだ。その間俺はこのメインコンピューターを破壊する。だからシグマを止めてくれ。ゼロ、一つ聞いてもいいか。なんだ、別に倒してしまっても構わぬだろう。 I am born to my soul so as a blade blade works。 はい、ライスと申します。冒頭であったようにちょっと倒すのが無理なので、この縛りをやめたいと思います。皆さんすいませんでした。でもね、ちょっとね、強すぎるんだよあいつ、マジで強いよ。てか3連星ってまずね、シグマすら倒せねえっていうオチになってきたから、てかもうパーツあっても勝てないじゃないかと思って、まあまずはハートとパーツをすべて取っていきたいと思います。まあそれの解説動画と今回はいきますので、ご視聴よろしくお願いします。ではまずはこのステージ、ワイヤーヘチマールステージからいきたいと思います。まずここ何もないと思うでしょう。実は左上にハートがあります。まあこれで見たらわかるんですけど、ここにあるよっていう合図をしてくれるんですよね。はい、まずはここにあります。では取っていきます。まずこれがライフですね。では次いっていきます。はい、では次はメタモルモスノーミのステージですね。ここでは、上パーツだったかな、を取っていきたいと思います。こいつを凍らせれば、一番上か、こいつを凍らした上でここにキャップとハートがあります。では次行ってみます。で次はここですね。ここはまあ最初の動画で多分見せたと思うんですけど、ここは胸のパーツがございます。だからまあここはハートと胸のパーツっていう形になります。では次行きます。はい、では次はここのステージ、フレームスタッカーっていうステージですね。ここはまず始まって早々このカブトムシに乗って左に行くと、リカンゲッツ
では次行きまーす。いや、このまま止めずに行きまーす。なんでかというと、まあ、すぐ近くにあるんですよね。これは、これで行こうか。これは確か、ノコギリで行った方が早かったような気がします。では、そのまま行ってきます。この上に行くと、まあ、みんな知ってるとは思うんですけど、ここら辺は。上に行くと、勝手にもう見えるんで、ハートが。で、これを崩して、ハート取ると。以上です。では、次行きます。はい。では、次はこのステージをやっていきたいと思います。マグネヒック劣化のステージですね。このコースは、まあ何も装備なくてもいけるんですけど、まあいけない人は、炎とかでやってみてください。では行きまーす。あれ？石なくなってる。くそー！やば、ファイヤーで。おっ！は、来た。来たー！いい感じ、ゲッツ！はい。では、今度は、ソニックオストリーのステージですね。ここでは、この橋の前に、この左のところにコースがあるんですけど、まあ、ここを、ノコギリで削って、まあ、ここ、皆さん、ここ何もないと思うじゃないですか。ここ、実は、このアイテムを使うと、えい、やっせーっていう風に、こう、取りまくって、Eターンを、簡単に、E タンクを簡単にゲットできるという場所でした。では、次行ってみよう。はい、では次はここですね。ここでは、ずっとダッシュを使いながら、打ちまくります。そして、ここをずっと突き抜けていくと、ハートがありました。で、これでもうハートは増えてるんで、次行ってみたいと思います。では、はーい。では次ここですね。ハートの先に、ここ。ここを普通にジャンプして、ここで、ここでは足のパーツが取れますね。では、次行ってみます。はい、次はここですね。まず、ここは、まあ、最初の、魚を出したところからですね。魚を出してから、この左のところに穴があるんですけど、この穴のところ何もないと思うでしょ。ここですると、ここではこれが出てきます。では次行ってみましょう。はい、では続きですね。今度は水のステージを進んだところの、この回復があるところですね。そこのところにジャンプすると、いい感が、いいタンクがございます。あれ、いいタンクがございます、という内容でした。では次行ってみよう。はい、ではこの壁ですね。この壁を、来たやっとできたこれで以上です。ではどうもありがとうございました。はい、では次のステージ、ホイールアリゲイツを行きたいと思います。では、ここでは足のパーツが、腕のパーツが取れますね。ここは、炎のパーツを取ってるか、あ、炎のパーツじゃない、足のパーツを取ってるか、もう頑張ってこう無理やり取るっていう方法しかないんですけど、足のパーツがあれば簡単に取ることができます。ここからこう、はい、こうです。こうやって取ることができます。ここに腕のパーツがあります。では次行きたいと思います。おっしゃ、来たー。はっ、まあこんなの簡単ですね。10回は死んだ。では次行きたいと思います。はい、では次のステージ、ここクリスタルマイマインのステージやっていきたいと思います。このステージではこのロングフックが必要です。名前はわかりません。では行きたいと思います。よし、3度目の正直、
で、ここでハートを取って全部終わり。次回カウンターハンターステージ完全攻略デデン。はい、では、あ、やばい、タンクが、タンクがあと一つ溜まってない。あ、もうゼロ機だ。うわ、しかもエネルギーも全然ない。うん、吸えない。どうしよう、うわ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、うわ、もう嫌だ、もう人生嫌だ、もう死の、死んじゃう、死んじゃう。と、すると、エネルギーじゃない、技のエネルギーがすべて回復します。あれ、回復します。ではまた明日。チャンネル登録よろしくね。